はい、というわけで、1月3日ですね。3時前の部屋です。結構ガチの人が多い村で、身分を確認してください。結構ガチガチの村っすね、ここ。議論でなんか相手を潰しに行くレベルの部屋なんで、あ、エンジョイせの私にはきついっすけど、やりますか。三四郎、お前よく分かってるわ、マジで分かってるわ。さっき共感してくれた陣営やん。頑張ろうぜ一緒に。あ、嵐いた時の説明忘れてな。まあいいや。まあ嵐陣営の負けにしたいけどな。二日目黒占いそう。二日目黒占って黒要素なくて、いや黒要素ないっすよねーっつって。ないんすよね、だからねだからねっつって黒要素ないのに黒裏ダウンでください。いやー議論で戦うのしんどいな。昨夜は誰も言論勝負俺あんま好きじゃないのね。楽しくやりたいからね。4番4からねのプレイヤーは発言してください。はい、明けましておめでとうございます。村人陣営 CEO ありません。はい、そうだな。うららいにしようだったときに、大事なのは、うん、城先の発言、結構大事なんでね。陣外って意外と、初日囲いする場合もあるんで、ね、うん、その辺、うん、ちょっと、片城だからってあぐらかいてもらいたくないし、うん、片城だから、うん、まあ、初日弾くっていうのも、考えなくてもいいのかな。場合によっては、うん、片白があまりにも怪しかった場合は片白釣りもありかなと思っています、うんうんうん、あとそうだな、霊能にしようだったら釣り切ります。うん、うん、まあでも釣り切りつつもそういう進行を取ってもいいのかなって俺は思ってるんで、まあ楽しい村でかつしっかり村が勝てるような流れになればいいかなって、相反する部分ではありますが楽しめるってことを大事にしたいかなと思っています。以上です。あ、いいね、楽しめる陣営嫌いじゃないよ。発言してください。はい、おはようございます、村人陣営です。ヨーマンさんの印象良かったですね。楽しめる村、うん、まあ皆さんいい人だったらいいなって思ってます。はい、そうですね、できればあの占い師さんのこの2番手なので、うん、潜伏とかは私目線やめてほしいで、1周目から出てきてほしいかなって、うんうんうん、1周目でなんか考えたのも全然違くなるとちょっと荒れちゃうので、うん、あとは、そうですね、霊能さんにも出てきてほしいです。私はとりあえずあの考察して話を聞いて、仏像とかあとすごい強引に人を叩く人は若干黒く見ます。なんか、うん、はい、そんな感じ黒く思います。1周目頑張ります。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、6番です。占い師です。3番白です。6から3白把握お願いします。まあ騎士に関して2、1番目やったら僕は出てきてほしい人間です。2、2番目3、4を占い3、4をやったら潜伏強要します。裏だったらごめんねってぐらいですね。まあ4番5番に関しては別に何の人外要素はなかったし、かといって村っぽい要素とか取れたかって言われたらそういうわけでもないですね。まあその程度のことですね。あ、ちなみにこの位置で出たのは、まあ、4番5番からもっと情報を引き出したいからって感じですね。潜伏して4番と5番から情報を引き出せるのが一番辛いんで。まあ、4、5が村の時、4番、5番に対して、あ、なんか、しんどいことしてますし、4番、5番が陣外やった時、情報引き出せへんくて、釣り位置から外れるのは嫌なんでね。はい、それぐらいでーす。3番、白でーす。あれのままに締め出てきてください。以上っす。7番。プレイヤーは、発言してください。まあ、別に色落ちが落ちる点っていうのはないんですけど、あの、4番が言ってる印象のいいっていうのは5番から、俺は、それはそのままの通りやと思いますね。楽しんでゲームやることっていうのは、これゲームで一番大切なことで、あの、ゲームやってて苦しむことなんて、する必要性がないんですよね。まあ、あくまでも楽しいからみんなでやってるだけの話であって、それをなんか、あの気持ち的に自分で、ね、あの、プラス思考に考えていこうっていう、その思考は僕は、あの、めちゃくちゃ印象はいいですけどね。うん、まあ、これ人間、一個人の人間性として、人間性としてね。うん、まあ、それが直結4番さんの村要素になるのかならないのかっていうのは、まだまだその答えはないですけど。うん、はい、ぐらいですかね。
6番さんが占い師だったらそういうなんていう人間性とか感情性を拾っといてあげたらいいのかなと僕は思います。人間性、はい、1周目のその感覚の感覚で感じ取れるものって一番大切になってくるんで、そこからの軸の考察で皇族位置って考察していくんで、まあそこを評価できとった5番さんも印象いいですかねぐらいですかね。はい、以上。8番人間性感情性拾って何のお得があるの。そうですね。じゃあ僕は思うんですけど、まあ、どんだけ人間性良くても、お前は人狼だって言われたら人狼やらないっていうゲームなんですね。あんまり関係ないと思いますね。まあ、その、なんだろう、ゲームを楽しみたいとかいうのを、このゲームの議論において意味を持たせようとすることの方が、まあ、ほとんどいいかなと思います、自分は。見てよ、この頭の上の目のマーク。はい、なので、そんなことで印象付けとかをずっと続けるような人がいたら、もうその人は釣っちゃいたいですね。はい。いいんですよ。楽しみたいです。自分も一緒です。だから楽しみたいって言うことはいいんですよ。でも、基本的にゲームの内容においては無意味かなと思ってますね。だから、いらないと思ってます。勝手に楽しんでおけばいいんですよ。みんな、それぞれの中でね。と思いました。だから、457は無意味な発言をしてると思ってます。457は無意味？無意味ではないけど。9番のプレイヤーは発言してください。占い師です。6番白、ハックお願いします。なんか難しい話してるなって思ったんで、なんかもうちょい分かりやすい、なんか俺にも分かるような話してほしかったなって思いました。そうですね。まあ、6番白なんで、騎士も霊能も出てきてください。はい。ちょっと僕は話は分かんなかったんで、グレーは分かりませんでした。1番。イエーイ！のプレイヤーは発言してください。はい。お願いします。まあ、8番が、理解できてないのか、まあ、人狼ゲームとしての、前提を分かっていないのか、まあ、分かんないんですけど、うん、まあ、457に向けた、まあ、そんなの、まあ、人狼の役を渡されたらやるしかないんですよね、って言ってるんですけど、まあ、それから矢印って初日向いていきますよね。この人の心象いいなとか、悪いなとか、まあ、それが合ってる間違ってる関係なくて、うん、2日目迎えた時に、初日に7番さんって、じゃあ5番さん評価してましたよね、とか、5番さんって4番さん評価してましたよね、から、まあ、その初日に軸から始まるから、無意味じゃないんですよね。せやな。それが一つのヒントになって、最終位までに向けて人狼を見つけていくゲームだから、うん、何をしにここに来たんだって8番については思っちゃいました。何をしにここに来て、部活の子みたいな。発言してください。はい、よろしくお願いします。占い師は6級で、まあ6番の方が心象いいかなって感じで、まあ4号に発言を2周目伸ばしてもらいたいっていうのが、かなり占い師目線だなと思いました。9番は、グレーにあんまり触れないんだなっていうのがちょっと印象悪かったです。まあ、7番が、まあ、4号の、なんていうか、人間性を拾ったっていうのは別にいいとして、それが、まあ、印象がいいとか印象が悪いとかっていうのも、まあ、最初の印象精査でしかないからっていうのが、まあ、8番が落としたのは別に悪くはないと思いますけどね、無意味までは、いかないとは思うんですけど、うん、カードを引いたからっていう風な話を8番してたから、別にそこまで怪しい要素としては捉えられなかったかな。怪しい要素ではないけどな。のプレイヤーは発言してください。無意味やってるだけか。お願いします。霊能です、霊能。あ、こんにちは。うわぁ、弱ー。なんか、その、例えば人間性を印象いいって言って、それが軸になるっていうのもそうだと思うし、まあ、あくまで人間性でしかないから、色には繋がらないから、初の言うことも半分わかるとして、8番が5番と7番に指摘する無意味だっていうのは飲み込めますけど、4番って進行論というか思考開示として言ってる人物なんで、うん、8番が4番も含めて無意味だって言ってるのは、8番は4番に対して辛いなって思ったぐらいですね、一瞬目聞いてて。三霊の丘弱い。占いが9番が6白で6番が3白でグレーめっちゃ広いんで、2周目聞いてしてあげれそうだったら2周目あげますね。最終一例のマジ助かるわ。
のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。9が6種目ってなってくると、9番目線って6強人だから2浪潜伏ですよね。だから、9番のグレースケールはしっかり上げてもらいたいかなと思っている、うん。まあ、9力のセンサーに関しては9が死んだった時6強人になるから、2浪なんだけど、2浪1ね、ちょっと色が見えづらいかな。まあ、僕の1周目の発言が楽しむことに重点を置いたために、思考開示的に甘いっていうところを考えるところが正しいと思ってるんで、だから8番の無意味な発言っていうのは分かる気がします、うん。はい、でそうなってくると怪しくなってくるのは、そのまあ俺は自分の村を知っているから5と7になるんだけど、どうなんだろうな、まあまだ何とも言えないかなと思っている。まあ3が例のだよね。だから1と2、まあ9、6の精査で言うと9があんまりね、盤面を見てないところを考えると、おそらく6が死んで旧強人とかなのかなとか思ったりもしています。ただまあ2周目のスケールがあるから旧6の精査はまだつかないってところかな。だからあとは1、2か、1、2の4、5、7、どうだろう、8は何しに来てたって言ってたから1は怪しくなるのかなと思っているので、まあ2の6の心象がいい、6級で言うと6の心象がいいっていうのは分かんなくもないから、現状グレーで釣るんだったら1が最一番手かな。まあ、黒かどうかは分からないけど。で、その後に5、7あたりがどうなのかな。その楽しむことに対しての8に評価に入ってるからね。だから5、7、1の話聞いて、どっからからか行きたいかなって思っています。以上です。5番。5、7、8、1。のプレイヤーは、発言してください。はい。2周目お願いします。まあ、4番さんのその楽しむっていう話は、なんだろう、私からしたら前の人に触れるっていうのはした方がいいと思うんですよ。それで触れなくて、4番さん言ってることに何も触れなくて、まあ、4番さん思考開示聞いて、うん、そうだなって言って、何もいいか悪いか、自分の私の考え方を言わなかった場合、スルーして私がまた自分の進行論行った場合、そうなった場合、後半地の人たちって何も話にならないじゃないですか。だから、別に4番さんのその楽しむことで、私が4番さんしろとは言ってないし、はい。ただ、そのだけの印象良かったなって、ただ人狼かどうか分かりませんって私は残してるんで、なんか8番さんがその、なんだろう、あんまりどうでもいいっていうのは違うかなって思いました。のと、2番さんが、そのについて自分の思考回というか発言、自分の思考回なの、何かを言いたかったようなんですけど、それが入ってこなくて、2番さんは何を言いたかったんだろうかなって思って、なんか、怪しい。そのなんか人って思ったことをそのまま言えばいいんですけど、なんか2番さんの話が、なんか私なんか聞いたら、なんか迷路、ま、なんていうの、ぐる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 回って、なんか2番さんちょっと怪しいんですよね。なんか普通の村だったら思ったことを言えばいいのにと思ってて。あと、6級に関しては、9番さんが人狼だったら、なんか、強人っぽいけど、狼っぽくはないなと思って、6に白を出して、しかも、グレーの精査の放棄をしてているので、と思いました。6番のプレイヤーは発言してください。はい。いや正直、9番の中身が強狼分かってないです、今現状。9番が狼やった時、そこから発言から、なんか、ボロ出るかなと思ったんですけど、それも聞こえず、まあ、9番の発言自体がほぼなかったもんですから、いかんせん分からんって感じで、完全グレー精査になるんですが、4番視点で1番を釣る位置なのかなって思ってて、そっくなくとも4番の発言楽しみたい、8番がそれは意味のないこと、1番ってその8番に対して、いや4番の楽しみたい、その印象、初日のね印象精査から、まあ、印象がいい悪い、これを起点にして議論って進んでいきますよねって、8番に通ってる構図やから、4番の進行ある程度理解はしてくださってる方やと思うんですよね。にもかかわらず4番の中で1番を釣り位置に上げ、8番のこと、まあ、8番のことをある程度理解できる人間だと評価し、1番を釣り位置に上げ、9番、6番で6番の方が新紹介か、2番を下、2番を釣り位置から外し、1番を釣り位置持っていく構図が俺は変やと思ってるから、現状釣るなら4番かなって思ってる。これあくまで単体精査ね。まあ、7番が人外か分かんないですけど、人間性、感情性を拾ったとて、それってイコール人外要素ではないんで、僕はあまり取る必要性がないなぁとは思ってました。はい。まあ、記者は正直出てほしいですけど、潜伏するなら50にどうぞ、とだけ言っておきますね。
な現状詰めるなら4番かなと思ってます。4番黒の時ほぼ2番黒かなとか思ってますが、まあさすがに視点早すぎるかなって思ってる節はちょっとあります。まあまだ全然後の発言も聞いてスリーチは変える可能性はありますが、現状4とだけ言っておきますね。7番のプレイヤーは発言してください。スリーチの提唱って4番8番2番この中のどれかでいいかなと思っていて、4番3って盤面構成上の発言聞いた上でおいて6番の芯6番の方が芯が高いっていう考察内容って、例えば9番が狼やった場合って対抗に白さしていることから、この盤面を構成ででは分かるのって強靭でしかないのね。4番さんってその9番さんに対して強靭もあるのかなっていう考察を基軸観点を落としてるんやったら、それって4番が自分で強靭っていうことを自分のご主人9番に知らせてるようにしか見えないから、4番の強靭はあるかもしれないですね。それで言うんやったら。それで言うんだよね。まあ、8番さんの議論について、まあ、そこの、俺が言ってるのはそこじゃないよね。人狼のカード持ってる、人狼のカード取ってんやったらその人狼をやらざるを得ない。だからそれがどうしたんって話じゃないけど。うん。だから、人狼のカードを引いたから自分が災難やってことを言いたいってこと？それすらを飲めている2番さんもクソ怪しい。その2番、その8番さんの考えを許容でき、かつそのグレー精査を、その甘さね。はい。まあでもその点で言うんやったら、2番さんは9の方が偽っぽい、グレー考察がなかった、6番さんの方が新っぽい。ここまでは別に2番さんの位置やったら、2、9、狼やった時言えることないね。うん。だからここまでのライン切りの精査ってできることから、6番さんの指定の中から1本だけずれてるっていうのはそこかな。まあ4番が怪しいって点は何も変わらないですね。2周目に失速したなって。楽しみたいゲームの上において考察で5番、7番の釣り位置に上げるっていう、そのタックはないですね。少なからずそういった考察を落としている1番を釣り位置に上げるって言ってもおかしいし、9番さんを強靭軸で考えたとして、後半の考察はおかしいと思ってるんで、4番は、まあ、必ず1本のして上げておきます、ね。そんなことないよ。あとは8番さんの言ってる議論の発展の仕方ね。人狼の顔を引いたら、だからそれがどうしたんって俺は思うだけの回答。そんなもんを俺に押し付けをこようと何を関係ないことなんですよね。はい。誰がどのカード引くなんてわからないことなんで。2番さんはなんでそれを許容できたんかなと思ってますね。だから、4番はおそらく標準っぽいかな。2番、8番どっちかに多くなると思います。以上。4級やったら俺深夜。のプレイヤーは発言してください。じゃあ2番、8番が釣り位置だね。7番さん自分の議論に溺れるタイプなんですかね。7番さん自身が6番に対して、なんかその人の人間性とか考えて、発言をしたから、俺は人間性なんて考えて、油注ぐなって、ルーレットで議論が決まるんだからっていう発言をしたので、あなたの議論に乗っ取って僕は発言をしたわけなんで、うん、まあ、そもそも何言ってんのって俺が7番に思ってますね。はい。わかります。人間性運で出してきたのは7番さんですよ。その人の人間性を精査しておいてさ、そんなこと考えても意味ないでしょ。ゲーム楽しんでるから人間っぽいから人狼じゃないとかないかっていう、ただそれだけの話。うん。ナーマンさんそれすら理解できなかったんやったら、自身の議論に溺れてるなって思いました。まあ一番さんはなんか、ベクトル、まあ確かに見てられてるベクトルは大事やけど、オリガミンの大好きやから。元になる要素燃えろ燃えろって。あの議論、ごめんね。俺どっから突破するか。燃えろ燃えろ。巻きを組んで。炎上してる。意味ない。だから、その、まあ、4号とか、まあ、発言全部が意味ないっていうのは言い過ぎたけど、そのゲーム楽しむ運営に関しては意味ないと思ってるし、まあ、特に7番ね。7番は他者に対しても、そのゲームを楽しんでるかどうかっていう議論の なんか精査において、その人の人間性どうだこうだとかいうことを言ってたから、それってもうなおさら意味ないよねって一瞬思って言いました。まあ、ぐらいっすね。はい。なんか7番釣りたいなって思うけど、まあまあ、いい位置にね、サマさんがいるんで、サマさんに指示してもらったらいいな。いやー、占い難しいなぁ。あ、ちなみに俺、スムラなんで、キュアさんそろそろスラした方がいいんじゃない？9番スラした方がいない。それ発言してください。うーん、3番にお願いんだけど2番釣りにしてくんない？僕の要望2番釣りで、まあ8裏ね、で2番の色結果次第かなと思ってますね。はい、2番の色が黒であるんだったら5番7番はないかなと思ってるし、そうなると481の中から似て、2番が白だったら5番7番がまあ狼くんじゃないですかね。はい、うん、そんぐらいしか言えないっすね。だからオリーガーテンの481くらい当てようかなって思ってます。いや4番釣りです。4番釣った時にだって9視点でも4番が黒やったら2番くらいやったら4番黒があるのやろ。俺視点で4番くらいやったら2番黒があるから番。いやもう分からんて、これ9番発言してください。まあ9番、まあ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 いいっすか。まあ9番狼かなって今踏んでて、
4番が軸として、9番の6番白内が強靭行動っていうのは、まあ僕は逆だと思ってて、まあ、もし仮にね、4番が人間で選挙がいるときってさ、9番が6番に白内するときって人外で、6番が強靭だよって選挙に教える、狼じゃないか。だから、なんか9番を強靭として見たいのがよくわからん。だったら素直に、なんかナチュラルに9番からの6番白結果見てるから、9番本物で6番強靭とかスケール出せばいいのに、なんで6番のシーンがそんな分かってんのって思っちゃったんだけど、うん、なんかその時って、まあこれ7番言ったんだけど、まあ4番が強靭で9番のご主人分かってるんじゃねって思っちゃったかな。で、まあ8番さんにそもそも問いたいんだけどね。まあ本質的に初日から、じゃあこいつが狼だなんて要素を狼がポロって出すとも俺は思ってねえし、まあ、内容を加味したときに、じゃあ狼だっていう言論が残せると思ってないわけで。だから、狼を変えたときに、この人が白だったって霊媒結果とともに、占い結果が残るわけやんか。まあそしたら、ここ矛盾起きてるよね。ここの狼ないよねっていう推理が起きるから、初日なんて自己紹介だから、その内容なんて、まあ加味したところで、うめえ狼だったら、もう口ベラ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 回るから、別に見つかんないんだよ、正味。で、間違ってる村人もいるし、狼で真っ当なこと言ってるけど、釣れる時もあるわけよ。まあ、だから、まあ、何って残すことが大事だと思うわけ。釣れたら。はい。まあ、だから、まあ、8番がなんかぐだ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 言ってるけど、なんか、最初からそんなヘイトばらまいて狼じゃないみたいな感じで見られてるのかなとかも、まあ、懸念出るわけよ。はい。で、まあ、言論でおかしいのは4番ね。はい。いや、4番おかしいよね、やっぱり。4釣りかな。のプレイヤーは、発言してください。言論でおかしいの4番になるんだってちょっとあんまり分かんなかったんだけど、4番って8番の初週の発言を評価しているから、その8番派生で、8番をなんか叩いた1番が怪しい位置に浮上したっていうだけの話だと思うから、別にそこまでおかしいこと言ってないと思うし、言ってるくね、5番のベクトルが2番にしか向いてないのがまずめちゃくちゃ怪しくて、なんで誰もそこを拾えてないのだろうと思ってて、5番って1周目の発言とか終わって、まあ4番の2周目の発言も聞けてるわけだから、78124、もうちょっと精査できたんじゃないのって思うし、強人っぽいか人狼っぽいかまではわかんないけど、なんか人外っぽいなっていう風な感じで思ってる。うん、なんかどうしても2番釣りたいマンみたいな感じになってるからってなると、まあ5に触れなかったっていうこともあって95ローローっていうのも結構あり得るのかなっていうのもちょっと思ってるかな。95ローロー、うーん、そうだな。いや4番騎士じゃないやろこれは。まあ、少なくとも私は4番とか8番を評価していて、7番派生で何言ってるか分かんないっていうふうに8番が言ってるのは、うん、普通のことを言ってると思うけどねっていうふうに思っちゃう。で1番は様子を落とそうとしてる努力が見えるからちょっとステイかなと思ってて、5番から行きたいかな。いやー4番でしょこの投票は絶対に。4人じゃね、のプレイヤーは発言してください。まあ、2番視点で一番ステイになるか。まあ、ステイする前になんか、ハリウッド、なんか、釣られそうやなって思ったんで、出てきてくださいね。騎士、オッケー！オッケー。ああ、5番か。5番やったらね、ごめんね。変なこと。まあ、結論から言うと、まあ、2番、4番ランでいいかなと思います。まあ、4番さんは、なんか、いや、4番視点で8番に無意味って言われたことを飲み込んで、1番がおかしいって、なるんくね。なんか4番は8番に対して気遣いすぎな気がします。なら、なおかつ8占えるわ。まあ、7の論で、まあ、4番が強靭になるんやったら、まあ、結果は狩人だったけど、5も該当するなって思ったぐらい。5番も9番の狼を否定していたから。はい、まあ。狩人は、占い、霊能声しなくてもいいです、全然。あかんて、そういうこと言ったら。あかんて。はい、24の乱で。まあ。っていうのも、4番との乱先で、多分成り立つの2ぐらい。かな多分。
それ以外だったら、かわいそすぎるわ。4つになっちゃうと思うから。2、4ランでお願いします。まあ、4番黒の時に2番黒結果があり得るから、2番に占い飛ばさずに、多分187に占い飛ばしろがよっぽどマシやな。で、かつ5番7番ローローが9番視点で消えてるから、9視点ってかなりきつくないか、これ。狼の、あり得る位置って。2番。のプレイヤーが嘘だろマジで。読んだろそこつんのマジで。のプレイヤーは発言してください。ん？あ、ジンが落ちたわ。普通になんか人外から票を集められたなって感じですかね、この票の感じだと。私は1周目の段階で6番評価していたのも分かってもらえると思うし、ちょっと待ってね、この表の感じだと、どこが人外地かちょっとわかんなくなっちゃったな。まあ明日私の白結果見て、それで、まあ、やってもらえてたらいい。夜が落ちたっしょ、さすがに。占い師どうしようかな。占い師は目を開けてください。2番黒の時4番黒がありえるから、4番なんか占いとないねんな、強靭の可能性もあるから。やった場合に占い師って8か1よな。信じてください、私は善人です。まあ8しろか。キューバ占い飛ばしちゃったよかった。こうなったらいっそ白か。まあ悪くはないやろ、白悪いかな、握手かな。朝が来ました。昨夜死んだのは五神？五番。五神って何それ？六番のプレイヤーは発言してください。はい、八番白です。昨日の僕の考察っていうのは、あくまで二番黒ね。四番が黒の時に二番の黒がある。逆を言えば二番黒の時四番の黒があるっていう考察だったんですよ。かつ、ほんじゃ、なぜ今日4番占わなかったのかっていうのは、村の客観視点で4番の強人があり得る。自視点でも4番の強人。まあ、4番なんかしらの人外と思ってたんで、4番になんか占い飛ばしたくなかったです。そうなった場合に、187で占い先を悩んだ際に、8番が昨日段階で9番に対してそろそろ占い降りたらどうですかって言ってるのが、なんで逆に、いや、8視点って6番のことを真に見てくれるのはすげえありがたいんですが、8番視点で9番が偽、で、かつ降りた方がいいって言ってるのは何を思ってそう思ってんのかなって思って、かつ、まあ5番が騎士で出てきて、まあ8番がか、あの自身がスムラって言ってたんで、まあなら8番に占い飛ばしちゃっていいやって思ったんで、8番占いです。まあそれぐらいの理由です。かね。まあ自身では9番でも4番でもどっち詰めてもいいかなって思ってる節があって、まあ4番の方が濃いのかなとは本音では思ってます。ぐらいですかね。まあ、9番と4番引き切って終わらんかった場合って、さらに1番と7番どっちかに狼が潜んでて、自分の占いで1番と7番の狼を引き出せるのかって言われたら、ちょっと難しいところではありますがね。まあ、そんなところです。まあ、9番から引くのか、グレーもう1本詰めるのか、レノンに任せます。以上、8番白です。7番。4白ね。のプレイヤーは発言してください。まあ多分その論でいくんやったら、8番が強人やった時って、あの9番のご主人見えてることから、9番がもし狩人、もしくは狩人を持ってると思って、その、すらを促すってことはないと思うから。そもそも9のグレー精査がないっていうのは、これが9番の偽要請だ。そもそもね、うん。
思ってるし、まあ4番からの視点漏れっていうのは、俺強靭にしか見えないから。4番さんって最初、6番9番の比較性差ときって、6の方が確実に真っていうことを言論で残していて、かつ9番はまだ強靭を着しようとしたから、強靭塗りしたい人間なんかなと思って。だから、なお、だから2番9、2番8番どっちかに狼が走ってるってことさ、でも8番がそう、人外でそういうことを促すかって言われたら、僕はそうは見えないですね。やはりその視点は変わらないですね。だからその結論上で言うと、僕は1の狼も追ってないし、まあ、最終結論で言うと、9人狼、4強人で、初日にライン切ったんちゃうかなって僕は思うんですけどね。うん、どっちかっていうと、4番、2番のランテージに、2番が釣られへんかったら、ラッキーぐらいの2番の相方に投票したんちゃうかなって。ぐらいかな。はい。あまり6番が強人っていうふうにも見えないんで、僕は。はい。ぐらいかな。やっぱりどの精査を折ったとしても、9番のグレー精査がないっていう点は、いただけないし、それでいて自分が占い師ですってことを主張しようとしても何も届けへんと思いますね。何も届かんと思うから、うん、はい、ぐらいかな。もうそれが最終結論になっちゃうかな。まあ、占いの真偽で言うんやったら、9神世界線で6強人の、もう一匹じゃあ2番の相方ってどこにおるって考察内容も何もないしね、そもそもは。はい、ここ釣ってくれ、ここ釣ってくれの釣り位置の提唱を仕方して、それを誰がその耳を傾けるのか話になってきます。普通にそういう風になります、僕はな。はい。どれかな。まあまあもう僕はもうそれ以上の言論は避けますね。はい。もうほぼ9番、ほぼほぼ9番に行くことが固まってます。以上です。8番。グレース見てもいいかな。のプレイヤーは発言してください。まあ、とはいえさ、7番さん。今日は、7番さんと1番さんで戦おう。いや4位やろ。仕方ない。もうこの黒が連れてる番組かにおいては、今日は半グレ詰めしかないから。で、明日クロスだから。もうそれは仕方ないよ。いや、一番詰めますよ。一番の村だとしても見せてほしかったなと思いますね。これ進行分かってたら、普通やるとそうなってたと思うんで。まあ、9番さんは確かに7番言う通りなんですよね。もうなんか、まあ俺、こんな、ご噛まれたんですよ。白する巨人はないやろし、こんななんか、なら4番占い飛ばすのが正解だったか。グレーズリ番名やの騎士出てこんから9番の騎士なんじゃねえかと思って、まあ、ちょっとすらしたらって、まあ、あと6番の教授に見えないんですよね。なかなかね、思考の落とし方とか、まあ、それで言いました。はい。一応なんですね。ただ9番詰めって、うわ、俺噛まれるやん。なら4番占いべきやったな。4番だって4番確定してるやった場合って9番につってそっからの生徒になるから。うん、なんか、俺で言ってんですね。で、7番は下さるけど、9番ない。はい。今番どこを積んだら、はい。ちょっとですか。いや、4占いする。いや、4占いちょっとビビっちゃったな。で話してもいいですか。助けのめんどくさいんで。9釣りで、あと、多分6番が4クロ打つと思うんで、1、4、7、8でやり合っていいんじゃないですか。6番積んなくていいよ、時短で。でもさ、分かんないし、だって2番の色見て7番はないかなって僕は思いましたけど、ね、だから2番の色見てから話すって言ったんですけど、なんか聞いてないみたいなんで、僕釣りでいいですよ。1番どうぞ。1番。クソ強人っぽいねんけど。発言してください。まあ多分っすけど4、8引いたら終わるのかなって思ってます。なんかあまり、まあ占い狼、まあ、9番2番がなんか、いやどうなんかな。まあまあ接続球で不適されちゃったんで9番さん吊るすか。で、まあ、8番さんに言っとくけど、黒結果1本落ちて、何を思って勘ぐれの1番7番を詰めようかっていう、まあ、そこまでの過程がないのと、分かってるよね、進行上、グレー詰めだよねっていうのは、まあ、そもそも間違ってるよね。9番さんのだって狼あるし、9番死んだったら6番強人だけど、まあ、8番さん思考ってさ、4番で囲われてる線もあるやんか。まあ、だから、まあ、覚えてから、その進行分かる人は、とか、まあ、そういう言葉使った方がいいよ。はい。まあ。のプレイヤーは、まあ。はい、お願いします。実に飲んでるんで、9でいいんですけど、9番は7、1、どっちが2番の相方か考察してほしかったな。9番に1本縄上げて、7、1、どっちか釣って終わんなかったら、
まあ、9番つって、まあ、ほぼ4になるみたいな進行を取ろうと思ってたんですけど。ああ、なるほどね。まあ、柱ということで、9番さん釣ります。4番視点どう見えてるか教えてほしいです。まあ、9番釣った場合って多分、まあ、僕は6の方が真だと思ってるけど、真偽関係なく多分、6紙入るんだろうね、多分。まあ、でしょうね。まあ、釣りで4番視点の話を教えてください。いや、なら1番、7番詰めてもう一回くれ、裏出してくれ。落ちようか、楽じゃき。まあ、2番で黒が落ちてるから、まあ、9があまりにもね、色を、こう思考開示というか考察をしないんで、Q が偽に見られるのは仕方ないかなと思っているのだが、偽に見られるって分かってるの？じゃあそれで全く芯がないかっていうのはそれ分からない。うん。だから Q がもっと発言で落としてくれればものの言いようがあるんだけど、発言を全く落とさないから、でプツプツだったりするから条件的にちょっとかわいそうかなと思っています。4人がやろ絶対に、うん、だからまあ黒1匹連れてるから9のワンチャンの芯にかけて17にどっちか狼いる可能性も2からのライン切りっていうのはあり得るかなと思ってはいるが、1も7もどっちも2に入れてるからね。7番の論で言わせれば9人のライン切りって言ってたけど、いやいやいや9が芯だった時は、6強人で、あ間に合わない6強人で2浪潜伏でしょってなったらあなた自身にもブーメランで帰ってくるんじゃないですか7番さんとは思っています。ワンチャン27もあるかなと思っていますよ。7はいかにも村取りに来てるから。いやいやいや、うん、あなたは分かってないでしょうよ。7で終わんなかったら、ああ、やっぱり2級なのかな、うん、5が、6が死になのかなっていう形も取れるんじゃないかなって俺思ってるから、俺は71のランの方がいいかなと思っていますよ、3番さんって。7番、3番さんもそれからでも間に合うんじゃないのって思います。はい。まあ、それでも9から行くべきなのかな、分からんけど。まあ、一応7に入れます。俺7もともと臭いと思ったから。うん。なんか叩いてみたいな感じになってるから俺は心象良くないんでな。以上です。心象どうこうじゃないねんって。2番との相方軸の考察せえって4番して8番もな。そう、あでもまあ8番は一旦形だから今日の段階でカングレの1番7番詰めるっていう進行は間違ってはないわ。4番の進行は、まあ、間違ってるか間違ってないかで言われたらちょっと分からんけど、間違ったことは言ってないけど正解ではない。のプレイヤーが選ばれました。あ、9で終わるのや。ゲーム4強よな。オッケージュージー、ニノワオッケー、チャンネル登録高評価お願いします。ジュージー。